ここでのその始まりがあったからだなっていうのは思いますね。祖父に連れてきてもらって、まあ遊んでた思い出の場所、代々ずっと木材屋をやってて、本当は生きてたら今のこういう作品作ってるっていうこととか、まあ、一番報告したかった人ではありますね。木がいっぱいあってワクワクする感じがいつもあって、ここで木に触れてたっていうその原体験みたいなのが、木工を始めてからあ、原点はここやったんやっていうのをすごい自覚しました。想像もしてなかったラインを描いてたりとかした時のその発見の喜びって、きっと子どもの時の木を振り回して遊んでた、そういう自然の中での発見ともう同じ感覚かな。だから今改めて思いますよね。おいいなって。